メインチャンネルの ST スタジオが削除されてしまいました。アカウントが、永久的に停止と。切り替えるけど、やっぱ3年半の思い出っていうのが証言してもしょうがない。みんなを楽しませるって決めたんだから、それを決めたのは正義だから。これからね、動画作り頑張っていこう。まあ、僕の夢だった人を楽しませていきたい、楽しませたいっていう思いが消えることはなかったので、もっともっと上に持ち上がっていきますので、チャンネル登録、応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回特別ゲスト、モデルのレイコさんです。佐藤真久西レイコです。よろしくお願いします。そんな名前なんだ。今回ね、縁がありましてコラボということなんですけど、はい、モデルでテレビとかね出てる感じの有名なインスタグラマーの方なんですけども、大輝の彼女役になってもらって、ここに住んでるメンバープラスリボンが今カラオケ行ってるんで、帰ってきたら彼女紹介してるドッキリ仕掛けてやろうと思います。あ、そんな可愛い人彼女の役に最初普通に話すじゃないですか。最後の方でその大輝が嫉妬してちょっと切れるみたいな、おー、喧嘩した時とかに勝ちな雰囲気になると思うので、うん、その時に一気にネタバラし、あいつらがその本当に一緒に住んでるのがその大輝、恭平、ノリ、ターボーってやつなんですけど、誰も彼女と連れてきたことないんで、連れてきた時どんな雰囲気になるのかな。まあ、でもあいつ優しいからすぐ受け入れてる。ああ、受け入れやすいんじゃない。でも俺が切れたらね、あいつらやばいこと、めっちゃ怖そう。切れたらねあと1時間ぐらいしたらあいつら帰ってくると思うので、帰って帰ってこない。このドッキリをね楽しんでいきましょう。いきましょう。レッツ完全は彼女気持ち悪いかもしれない。気持ちいいだろうな。平気も前も入りました。さあさあ、もう適当にいいよ。おっせー、おっせー、おっせー。こんにちは。こんにちは。急に彼女です。はじめまして。はじめまして。お先、失礼します。お先、お先、お先です。え、どういう人？どういう人？ちょっと二人とも。あ、僕ちょっと一旦。あ、行った？行ったんですか？挨拶って適当にしとく。まあそうだね。ああいうデブって意外とああいう綺麗な人。あるあるあるやんか。ちょっとにやけてんだね。そうそうそう。ちょうど2ヶ月前だよ。そう。何聞いてねえ。皆さん同い年だよね。同い年。よろしく。よろしく。お前は急にお前。俺もやっぱ一緒住んでるとして握手したね。こういうのマジ恥ずかしい。童貞くさま。童貞じゃないか。大輝が紹介してくれたんだから。ダメだ。ダメだ。ダメだ。そこダメだ。お前はかっこいいな。ダッサい男やわ。どうやって付き合ったの？そうそう、なんか流れが知らない、全部聞かせてほしい。3月やめたもんね。3月に横浜中華街行ったの。その前にもずっと好きだったから。おぉー、やばい、キラキラしてる。キラキラキラ。俺さ、愛足りてないから。何お前されてるみたいな。お前、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 おたっぽこか。おたっぽこかやめろ、お前。おたっぽこか。おたっぽこってなんだ。大輝が恥ずかしそうだから、大輝はもう大丈夫。はい、大輝だけ大丈夫。俺大丈夫。ノリこっち行った方が大輝いねえから、お前。すなんかついてない。ついてない。大輝のどこが好きですか？ブスだな。そうか、ブスだな。あれ二人だけど、大きいところ。おお、やっぱね、そう。包容力が。大輝っぽいから。こいつ童貞なんですよ。コメントにコメント。困る。ガンガン優しいんだね、じゃあ意外に。優しい。優しい。意外と。意外と。大輝のいいところ教えてください。キュンキュンするね、この試合だと。なんかこういう感じ、なんかすごいね、ういういした感じ。ガチだ、すごい。ずっとこれギュしてるの、キャラ。いや、この子は女の子苦手なんです。もう安心するんですか？安心しますね。気持ち悪い。大輝の好きなところ、まんまっすよ。落ち込んでても元気にしてくれるって。確かに真面目か、見て言ってリボンに話すの。ない、ない、ない、ない。怒ったら怖そうだなって思って。いや、怒ったら怖いでしょ。ただ、クソ優しいから、怒らないよね。大輝かわいそうだから、さすがにね。合わせてあげよう。うん。やっと帰って、一人だけ。行きましょう、大輝さん。ちゃんとお隣座っていいですよ。今、お前の宿敵のノリさんがお隣座って。俺が横と陣取ってるから。何しても楽しいでしょ。今は楽しいよ、やっぱり。なんか顔が好きな、お前。うぜえよな。正直もらって、大輝から奪っちゃうって感じの人。そうだ。付き合ってなかった。なかったなかったらもうガンガン攻めたいわ。
分かった、もう、もうすぐ LINE 聞くしね、これだったら。なんか言え。いや、普通に今、俺の彼女だし。うん、じゃあもちろんもちろん、冗談で、それは知ってる。普通に冗談で聞いて、俺の今の彼女だから、その発言マジいいかな。めっちゃ切れる、切れると思ったら笑わない。彼女ができたら、うるさい、お前うるさい、ちょっと言って、お前そういうタイプか、うるさい、それだけやっぱ大切、ええやん、ええやん、全員呼べる、みんなありがとう。お前、裏来いよ、早く。あ、来い、早く来い、いいいや、いや、普通に、一人ずつ来い、一人ずつ来い、早く来い、早く来い、早く来い、なん連れてきたあいつやん。じゃあ、申し訳なかったな、切れていいの、これ。なんでそんな怒ってたの。奪いたい人みたいな感じで手を挙げて、それで怒ったんだよね。俺らがふざけて言っちゃなかったから。そう、俺らは歌ってない。いや、その小さい音だと思わないけど、確かに情報が、いや、こんなに決めたの初めて。いや、俺も初めて見た。やめよう、とりあえず落ち着け。普通見るでしょ、普通に考えて。冗談みたいな感じじゃん。ま、ドッキリなんですけどね。どこまでがドッキリだ。付き合ってる時点でドッキリ。全部超リアルだったでしょ。あ、マジだったもん。いや俺も大した疑ってたけど、慣れ初めのやつ聞いて、あ、これ本当なんだな。そう、なるノリとかめっちゃ聞いてんじゃん。キレるわね。自分から紹介しといて、なんだお前、裏一人ずつ来い。こちらね、インスタグラマーのレイコさん。インスタグラマー、はい、テレビとか結構。めちゃめちゃすごい。大丈夫こんな家に。でもそれは差し置いて、めちゃくちゃ綺麗。マジで俺モデルさんだと思ってたから。クマさんみたいで包容力があるって言ってた。やめてる。まだ余計だ。うるせえお前。こいつなんかさ、会ったのいつだっけ。そうだったよねみたいな。やめすぎて、やめすぎて。付き合ってないんでしょ、じゃあ結局ね、ここ。付き合ってないよ。じゃあ俺と付き合おう。いけるか。はい、ということで今回協力してくださいましたレイコさん、ありがとうございました。どんな番組出てるんでしたっけ。今夜クラブ住みましたとか、有吉ゼミとか。めっちゃ出てる、めっちゃ有名な番組。そっから、あ、モデルなんですね。あー、ということでね、レイコさんのね、インスタと YouTube もやってるみたいなんで。あ、おー、そうなんだ。こちら概要欄に貼っておきますので、おい、チェックしてみてください。よっしゃ。じゃあね、これからもぜひ、ちょくちょく AC とコラボしてください。はい、お願いします。次はじゃあ、恭平の彼女役で。ちょっと、やめて。